はい、森口でございます。今日の動画も陶芸をやってる方にとって何かしらのヒントになればいいなと思って撮ってみようと思っています。早速ですが、今日の内容なんですけど、石膏型、石膏の型取りの説明をしたいと思います。別の動画もう一本、ちょっと先にどっち上げるかまだ決めてないので前後は分かんないんですけど、こういう蓋物の動画も上げる予定です。でそれのね、この上に乗ってるイチゴをどうやって石膏取りしたかについて、まあ、同じような方法で取ってみたいと思います。まあ、イチゴの石膏取りしたからその後どういう風に作品として生かすかって難しい話ですけど、まあね、形も可愛いし大きさも小さいですしね、最初にやる題材としては悪くないんじゃないかなと思います。では早速やってきます。紙コップを使ってやっていきたいと思います。紙コップのこの底にイチゴを貼り付けてやろうと思うんですけど、紙コップ深いのでやりにくい、作業性悪いのでちょっと切って浅くしといて、この中でやりますね。なんでここの作業はそんなに慎重にやる必要はないです。でこの下に貼り付けるいちご、はい、これを切っていきます。硬いところで切ると反対が潰れちゃうので、スポンジ、柔らかいところでやってみたいと思います。でこのヘタについては石膏取りに向いてないので取っちゃいますね。でこの下のところも映ってますかね。今回カメラの画角がかなり狭くて申し訳ないですけど、ちょっと寄った方が分かりやすいですよね。なんでこの画角である程度進めていきます。はい、これで取りたいのはこの半分の形なので、ちょうどこの頂点を通るように真っ二つに切ってみてください。いちごの中身の模様ってあんまりまじまじと見ることないですよね。こんな感じです。あと種についてもこう斜めに並んでんですよね。面白いですね。はい、そしたら今回は1個だけ、半分だけ取ってみたいと思います。この底に貼り付けます。できるだけ中央に、こういう感じですね。で置いたら、もう紙コップを使えば石膏を流す土手がこれで出来上がるので簡単です。他の方法ではこういうプラスチックとかガラス板の上に土手を貼り付けてやったり、粘土でこう土手を作ってここにイチゴを貼り付けて、こういう感じですね、やったりもしますけど、今回はこの紙コップを使ってやるのでとても簡単ですね。作業が少なくて済みます。はい、次はちょっと水をこっちに入れますね。これはあと道具を洗うための水です。と石膏をここに流し込むんですけど、石膏を溶くための水をこちらに入れます。で量はいちごがかぶって高さいちごの高さプラス、まあ、決まりはないですけど、まあ、1センチもあれば十分です。なので石膏の量はそのぐらいになります。
で、最初に用意する水の量は、足りないとね、まずいので、最終的に欲しい石膏の量と同じぐらいの深さまで石膏を用意してください。あ、ごめんなさい。水を用意してください。そこに石膏を入れていきたいと思います。はい、石膏入れます。一気に入れないように、この時できれば粉が舞うのでマスクをしてあげた方がいいです。で、石膏をどのぐらい入れるかなんですけど、上から覗いてると最初は石膏が下まで、水の底まで沈むので投入した石膏の粉がスーッと沈んで見えなくなるんですけど、ずっと入れていくとだんだん石膏が沈みきらなくなって、あまり入れすぎると水より石膏の方が頭を水面から出してしまうんですけど、あの氷山みたいな感じですね。カメラに映ってるかどうかわかんないんですけど、もう石膏の上の面が見えてきだしました。紙コップを使うと後の処理楽なんですけど、この石膏を投入するときは間口が狭くてちょっとここはやりにくいかもしれないです。今袋から直にやってますけど、スプーンに取ってやったりするとよりやりやすいかもしれないですね。で、途中決して混ぜないようにしてください。混ぜるともう石膏がどのぐらい入ったか分かんなくなってしまうので、このぐらいですね。だいたい水面と石膏の量が同じぐらい見えますかね。はい。で、途中で混ぜないのと、であんまり急がなくても大丈夫です。混ぜ始めるまでは結構ね、置いといても固くはなりにくいので、まあこの工程の時はあまり焦らなくてもいいです。で、ちょっと叩いて、空気を抜いておいてから混ぜ始めます。はい、混ぜるものは丸い棒をおすすめします。泡立たないように、そーっと混ぜるんですけど、ずっとねこう周りばっかり触ってると、このコップの中央、底中央にあまり混ざりきらない石膏の塊が残ったりするので、周りだけじゃなくて内側、中心も触ってあげて、壁沿いも触ってあげて、まんべんなく触ってあげてみてください。これ四角い棒で混ぜると角が立って泡立ちやすいようですね。静かに混ぜればそんなに泡がめちゃくちゃ入るということもそんなにないんですけど、一応ね、やっぱり丸い棒の方がより良いです。はい、混ぜ始めて3分経ちました。ちょっとだけとろみが出てきました。この棒は最初に用意したこの水の方で洗って、まだつけといていいですけどね。こういう感じで早速いちごの方に流し込んでいきたいと思います。もう一度、空気を抜く作業をして、こっちに投入します。この時にあまり細くちょろ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 っと入れるとまたそこで泡立っちゃいますから、ある程度は、
勢いよくというか、まあ、ちょっと見ててくださいね。あ、ちょっと石膏の状態良くない。これは石膏がちょっと古かったんですけど、そのせいでしょうね。おそらくちょっとドロッとしましたね。はい、そこで、プラス今回特有の事情なんですけど、いちごって種のところにかなり細かい凹凸ありますよね。そこの細かい隙間まで石膏が入りきらないことがあるので、柔らかい筆でいちご全体を触ってあげることをしてあげると、隅々まで石膏が行き渡りやすいです。ちょっとね、この石膏の状態が良くないので心配ですけど、ちょっと濃度が均一じゃなかったですね。で、この今使った筆、石膏を扱うと筆傷みますから、あんまり上等な筆はこれには使わない方がいいです。使い古しのものとか、もしくは100均とか安いものを使ってあげる方がいいと思います。はい、これであとはただただ待ちます。で、余った石膏もこのままで、とこちらの水も流しに流さない方がいいです。まだ水の中にすごく薄く溶けてるので流しても大丈夫なような感じはするんですけど、これを洗面とか下水に流してしまうと、下水管に石膏がこびりついて固まってしまうので、まあ、もちろん詰まるところまでこの量だといかないと思うんですけど、あんまり良くないので、これを、まあ、次の日以降に上積みを捨てて、あと残ったコップと一緒に、まあ、燃えないゴミとか、その地域の捨て方に沿って捨ててあげるといいと思います。こちらもそうですね、残った石膏を固めて、燃えないゴミになるんですかね、に捨ててあげる感じです。で、こちらはただひたすら待ちます。はい、さっき流し込んでから、40分ぐらい経ちました。で、大体40分ぐらい経てば、型から外せる状態になります。一回熱を持って、今ちょっと温かい感じですね。で、40分ぐらいは待ってからの方がいいです。あんまり早いと型崩れちゃいますからね。で、これ余った石膏あるんですけど、ちゃんと硬化したかどうかはこっち側で確かめて、ちょっと触ってあげると分かりますから、しっかり固まってますので、こっちも大丈夫です。と、使い捨ての型なんで、こういうふうにね外してきます。裏見てみましょう。こんな感じで隙間なく入ってますね。では、さっき僕流し込んだ時にドロッとダマというか、ドロッとしたところとサラッとしたところはありましたけど、もしかしたら動画見直してないんで分かんないですけど、粉を水の中に振りかけて、そこであんまり待ってなかったような気がしますね。ちょっと後で確認してみますけど、水の中に石膏をパラ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 っと振り落として水面まで投入したら、そこで2分ぐらい、2、3分静かに待ってあげた方がいいです。その工程をちょっと動画撮りながら急いで先に進めたような気がします。そのせいでちょっとドロッとしたところとサラッとしたところができたのかもしれないので、そこで待つようにしてください。それか単に古い石膏ではあるので、そのためかもしれないです。古い石膏を使った時もムラが古い石膏を使った時も何ですかね、ムラが生じるような固まり方をすることも多いです。はい、では外してみます。この外す時に石膏の型、内側の石膏を触らないようにしてください。
れるでしょうか。うん、綺麗に撮れました。そうですね、隅々まで行き渡ってないところがないです。綺麗に撮れました。以前使った方はこれか、これなんですけど、同じ感じで綺麗に撮れてます。これ実際に使うのは、今カメラ映ってましたかね、これですね。これは完全に乾いたものです。これも実際に使うのは完全に乾いてからじゃないと角とか脆いので、しばらく待ってからですね。外で天日干しして、真夏は直射日光を当てない方がいいと思います。70度以上に上がってしまうとちょっと脆くなる性質があるので、普通のね、真夏じゃなければ外直射日光を当てても大丈夫だと思いますけど、かなり暑い日は当てない方がいいのと、冬場とか早く乾かそうと思ってストーブとかに当ててしまうと、やっぱり暑くなりすぎて脆くなってしまうので、静かに待って1週間ぐらい風通しのいいところで置いておくといいです。あとはこの状態だとこういう角はね、かけやすいので、何かしらこういうふうに面取りしてあげると型が割れることを防げるので、石膏を取った後、これはまだ柔らかいうち今ぐらいですね、水分を含んだ時の方が面取り作業とかしやすいので、こんな感じで面取りしてみてください。感じですね。はい、あとはあれ、これ説明しましたっけ、流しに流さないように下水管が詰まってしまうので、これも、少なくとも1日丸1日は待って、沈殿したものを上積みだけを捨てて、あとはゴミの処理をしてください。はい、そしたらこういう作品も作ることができます。ちょっと作品にどう生かすかはあんまりアイデアがないので考えてみてください。はい、何か参考になればと思います。では終わります。